ティエリー・ヌービルは、ベルギー・ザンクトフィート出身のラリードライバー。小ドライバーは、ニコラ・ジル・スール。ヌービルは、セバスチャン・オジェと、同じく、プジョー・シトロエングループの育成プログラムで、頭角を表した。2010年に、ジュニア世界ラリー選手権で、シトロエン・シーニエス1600を借り、ブルガリアで優勝を飾った。2011年、インターコンチネンタル・ラリーチャレンジで、 プジ 207S2000 を借り、年間2勝を上げて、ランキング5位になった。2012年は、世界ラリー選手権へとステップアップし、シトロエンジュニアチームと、カタールワールドラリーチームから、フル参戦。シトロエン DS3WRC を借り、フランスで、自己ベストの4位に入賞した。2013年はフォードへ、電撃移籍。 セカンドチームのカタールワールドラリーチームに所属し、フォードフィエスタ RSWRC をドライブした。メキシコで3位初表彰台を獲得すると、ドイツではシトロエンのダニソルドと終盤まで優勝争いを繰り広げたが、最終 SS のミスで初勝利を逃した。このシーズンは中盤戦以降の4戦、連続2位を含めて年間7度の表彰台をものにして、 ホルクスワーゲンのセバスチャン・オジェに次ぐ年間ランキング2位を獲得。次世代チャンピオン候補の一人として注目された。2014ラリードイツで WRC 初優勝2014年は WRC に復帰するヒュンダイのワークスチームへエースドライバータイグルで移籍。メキシコでヒュンダイ I20WRC を初の3位表彰台に導いた。ドイツでは 本番前日のシェイクダウンでマシンを大破してしまうが、上位ドライバーの自滅に助けられ最終日に首位に浮上。チームメイトのソルドとワンツーフィニッシュを果たし、自身とヒュンダイの WRC 初優勝を達成した。この年の年間ランキングは6位。2015年もヒュンダイから参戦するが、シーズン中盤以降は低迷が続き、セカンドチームに所属する。 同世代のヘイデン・パッドンの成績を下回る。ヒュンダイとシュトロエンのマニュファクチャラー部門に争いがかかった最終戦イギリスではパッドンと交代でセカンドチームに降格された。2016年はチームの方針でノミネートドライバーから外されたがイタリアで2年ぶりの2勝目を獲得。後半戦は5戦連続表彰台を重ね、最終戦で年間ランキング2位を決めた。 2017年は開幕戦モンテカルロと第2戦スウェーデンで大差のリードを築きながら2戦続けてクラッシュを喫した。その後第4戦コルシカ、第5戦アルゼンチン、第8戦ポーランドの勝利によってポイントを満開しフィンランド終了時にはセバスチャンを J に並んでランキング首位に立った。しかし再び2戦連続無得点に終わったことが響き オジェに5年連続チャンピオンを決められた。最終戦オーストラリアを制して、全ドライバー中最多のシーズン4勝と、最多ステージ勝利を記録したが、3度目の年間ランキング2位でシーズンを終えた。2018年は開幕戦モンテカルロの SS1 で、アイスバーンに滑らせて、トップ争いから陥落したが、第2戦ラリースウェーデンでは非歩行人として、オジェ。 ローブに続く3人目の優勝者となった。その後、第6戦ポルトガル、第7戦サルディニアで連勝し、ドイツ終了時には、セバスチャン・オジェに23ポイント差をつけて、ランキング首位に立った。しかし、終盤のトルコ、ギガバイト、カタルニアで失速、オジェに、ランキング首位を明け渡してしまったほか、3連勝で挽回を決めた、トヨタの田中にもポイント差を詰められる。 三ポイント差で迎えた最終戦をオーストラリアでは、三つどもえの緊迫する状況の中最終日にリタイアを喫し、またしてもオジェに6年連続チャンピオンを決められた。この年もオジェを圧倒するスピードを見せチャンピオン最有力と期待されたが、終盤での失速が響き、四度目の年間ランキング2位となった。2019年も引き続き同じ体制で参戦。2019年から、 固定ナンバー制度が導入され、フォード時代に使っていた11を選んだ。シーズン序盤から前年度と同様に田中、オジェと三つどもへの体制を形作った。開幕戦から2戦連続の表彰台の後に第4戦、コルシカでシーズン初優勝を果たして、ランキングトップに立った。第5戦、アルゼンチンでも優勝し好調に見えたが、第6戦、チリで大クラッシュを喫してしまう。 これにより、ランキングトップをおェに明け渡してしまう。後半戦は、絶好調の田中の後陣を廃してしまうが、第12戦ギガバイトで田中に次ぐ2位、第13戦カタルーニャで、アルゼンチン以来の勝利を挙げるが、2位に入った田中が、チャンピオンに決定したためヌービルは5度目の、年間ランキング2位となった。2020年は前年チャンピオンの田中が、チームメイトとなる。 開幕戦モンテカルロでは、トヨタのエヴァンス、オジェと接戦を繰り広げ、最終日は二人を圧倒するスピードを発揮し3位から、逆転し念願であったモンテカルロ優勝を果たした。また、ベルギー人によるモンテカルロ優勝は、WRC 以前の1924年のジャック・エドワール・レ・ドゥア以来の快挙となった。この年もチャンピオン最有力と期待されていたが、 中盤からミスが響き始め、年間ランキングは田中を下回る4位に終わった。2021年も、同チームから参戦するが、長年小ドライバーを務めてきたジルスールとのコンビを解消し、若手のマルティン・ビダーフと新たにコンビを組む。2017年、ラリー・ド・ポルトガルでのヌービル2016年、ラリー・イタリア・サルディニアでのヌービルシーズン進行中。ありがとうございます。